して、ダンカン様、よろしくお願いいたします。はい、どうもチームダンカンです。皆さんよろしくお願いします。まずは僕は金子龍也です。皆さんよろしくお願いします。さあ、今日はですね、2つのなってます。新商品の紹介とですね、チームメンバーの紹介していきたいと思います。じゃあミュージックお願いします。さあ、まずはですね、チームダンカンのおしゃべりやろうマロン、はい、皆さん拍手でお願いしますね。さあ、今持っているのがこちらマラストイボ、こちらですね、すごい色味だ、はい、初めての製品になってます。いいですね。ちなみにこれ写真で4つ発表されたんですけど、その時の写真で金は映らないんで綺麗に、なんで実物もっといいです。なんで気になったら下に見に来てください。これステージめっちゃ光ってますね。いい感じですよ。はい、って感じです。そしてですね、これの他に今日ですね、レオ・オト・ソータが使ってた、ちょうどですね、先々週間に発売になった、グラスホッパーの、新製品と大きなの新製品。ちょっとこれは聞いてみましょう。ちなみにずっとグラスコップは使ってたじゃん、前回バージョン。それと比べてどんな感じ？めちゃめちゃサクサク動きますっていうのがグラスコップの感想です。めちゃくちゃサクサク動きます。そして、オービタルの感想は
当たっても痛くなくて軽くないんで吹っ飛ばないです、はい、っていう感じになっております。どっちが好きですか？大きな。どっちが好き？グラスホッパー。わかりますね、やっぱり。はい、はい、さあ、ということでですね、まあ、パリもですね、新製品まだまだ控えてます。フリーハンドのミニムのやつのなんか改良版作ってるよだとか、あとはですね、ワールドクラス作ってるよとか、あと他には、なんかのフリーハンドのところのなんか軸回り知ってるバージョン作ってるよとかっていうのをブライアンが口頭で言ってたので、はい、まだまだ新製品続くらしいので、ぜひね、これからの動きも、ね、皆さんダンカン楽しみにしててください。以上でね、スポンサーステージ終わりたいと思います。チームダンカンでした。ありがとうございました。ありがとうございました。以上でスポンサーステージは終了です。この後準備をでき次第表彰式を行ってまいります。表彰の